皆さんこんにちは、大山先生の孝太郎です。はい、助手のひろがです。いや、大変な戦いでしたね。はい、はい、そうですね。まあ、あれさ、ちょっと簡単に言うとさ、前日から朝まで雨が降ったんだよね。はい、ああ、そうですね。それでもね、負けてなるもの、そこから始まるわけですよ。はい、まあ、王さんの着火剤の話ですからね。まあ、こんなところで詰まってる場合じゃないですよ。じゃあまずは、ひろが氏がどうなったかっていうのを早速はい、行っていきましょう。どうぞ。どうぞ。4時間ぐらい。ほら。あー、着いた。あー、着いた着いた着いた。あー、着いた着いた着いた。うわ、やった、着いた。着いた。おお。めちゃめちゃ着いた。ファイヤースターター。めちゃめちゃ着いた。さあ、この日を青さ、はい、着火剤と着火剤合わせるということですね。はい、というわけで着火剤の出番ですね。で、これ3個ぜ、あ、全部一緒につける感じですかね。まあ、そうですね。こっちがなかなか、なかなか、これが外外剤です、ね。いや、外外外で、こいつがとはともとはともに、はい、はい、いや、つくのめちゃ早い。これ、あ、一瞬でつきますね。直火でつかんね。あ、もうこの時点で勝ったわ。まあ、つきやすいのはいいですね。直火剤つきません。ついた、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 ついた。はい。火の上がりはすごい強い。つきやすさはもう断然青さだったね。今とこ、まあ、風が結構吹いたけど、それぞれ火は消えず、それぞれみんな頑張ってる感じだね。まあ、こんな状態です。まあ、着火剤が、火の上がりは強いなって思ったんですけど、うん、今この段階からはこっちの青さの方も火の上がりっていうのは負けてないのかなって気がしてます。いや、もう十分着火剤としての機能を、まあ、そうですね、有してますね。はいはい、むしろちっちゃい火種でも火がつくっていうのはめちゃくちゃでかいね。ああ、まあそうですね。まあちょっとしたライターピッてやるぐらいですぐつくって感じですね。市販がちゃんとしてるからこそ青さはこう負けるんかなと思ってたんですけど、今のとここう損傷、うん、こいつめちゃ強いよね。そうですね、なかなかっすね。なかなか着火剤火弱くなったね、少し。それに比べてこうなかなかが下位か、まあ1位ぐらいですね。え、日が暮れる？あ、今市販のやつがちょっと弱くなってきたっていう感じがしますね。そうやね。そして市販が消えそうになってきたぞ。これはえ、めちゃめちゃ意外。勝ったぜ。おー、すごいすごい、煙が上がった。おー、すごい、消えた。こう場所の関係かなと思ってて、こう3つが全部まだ残ってるってことは、こう、うん、あまり影響とかも考えにくいのかなって思いますし。そんなもんです。7分15秒ぐらいだった。そうですね、うん、マジか。おー、すごい。こう最初こう火が強かったなって思うのがちょっと弱いけど、うん、こっちはもうとろ火がずっとですね、この両端。おっ、なかなかが決めたね。もうこの間の実験でね、ワセリンと脱脂麺だけでやってもそんなに長くなかったもんね。まあそうですね、うん、はい、すげえ。ちょっとずつ弱くなってきましたね、うん、あとちょっとで10分ですね。まだギリギリ残ってるね。で、ああ、こっちは消えた。10分、はい、10分。うわー、大台の世界でございます。この子はトマにともに。トマにともに、すごいな。ちょっとバカにしてたけど最初。はい、はい、炭を、首を割ってですね、はい、見えますかね。と入ってみるか。あ、そこに入ってますね、はいはい、着火をいいですか、いただいて、はい、もうパンとつきますよね。もうついた。多分ついたっすね。おお、早っ。
じゃあまた待ち、着火剤のパワー楽しみにしております。火が起こるまでに、はい、これ買ってきました。はい、ごっついブロックで売ってたんで、はい、豪快に焼いて食ってやろうと。はい、甘さでつけた火で、はい、はい、おー、ついてますね。うわ、すげえ。なんて楽なんだ。あとはエリンギのホイル焼き、うまっ。おお、火ついたね。素晴らしい。着火やな。しかもさ、何がすごいってさ、あの匂いがさ、まあ、すげえいい匂いなんだよね。というわけで、こいつを、お、いきますか。はい、いきます。どっち側から焼くんやろね。こっち側からでいいかな。いや、まあ、それでいきましょう。すごい。あっという間に夜です。はい、夜です。こんな炊けた。アルミホイルのやつできたんじゃない。そろそろ木の方、うん、ちょっと入れてみます。元気よく寝てるんでしょうか。どうかな、どうかな、どうかな。おお、うわ、すごい、すごい。めっちゃうまい。本当ですか。おお、いただきます。あ、うまっ。ギルうまい。で、これですね、はい、おおって。こんな感じで今なってて、ちょっと開け開け、うん、していく。おお、いけるかな。いける、いける、いってる、いっちゃってる。すごい。そうですね、蒸し焼きにしたけど、はいはい、まだ焼けてない部分もあるので、ここは追い焼きしていきます。はいはいはい。さあ、はい、完成しました。はい、肉と、そして玉ねぎと、はい、そして米ですね。米、こんな感じでいきます。いただきます。はい、いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、めっちゃうまい。え、びっくり。何言った、こんなうまかったね。火災のおかげで、私たちはラムネよりうまいもんね。出会いました。はい。はい。いや、まあ、まず、青さの、着火剤。うん。すごかったですね。いや、もうなんか、想像をね、はるかに、こう、3段階ぐらい超えてきたね。で、本当に匂いがないんじゃね。なんか着火剤ってさ、まあ、その商品にもよるかもしれんけど、なんていうの、燃料臭いというかさ、なんかそういう印象があったっちゃけど、まあまろやか、まろやかだ。で、まあ作り方もね、まあ、結局やっぱこう、とわりともにが一番で、そうですね、これをするがためにね、わざわざリコーダーの練習まで私しました。私のあのリコーダーのサウンドで前で聞いたんです。とわりともに有名な BGM が収録してるんですか、一人で。なんかまあ今回全体的にさ、はい、まあ、あの青さの着火剤の実験の映像なんやけど、はい、はっきりと脱線しとる。いやー、レイトがこんなそうですよね、本当にどこからこれ手つけていいか分かんない、うん、まず火起こしなんですけど、うん、僕もなんか映像とかいろんなの見てて、うん、そのやり方とかなんとなく分かってたけど、やっぱ実際やってみるとめちゃめちゃ大変だなっていうのが、てかな、言われてですね。はい、そうです。なんと1000人か分かんないですけど、さ、
これさちゃんとつけとったらさ、なんか言ったあれがあれが、ね、もうつけれてないけど、もうこれからもう火起こし の, あの訓練をしようみたいな。ああ、いやいや、びっくりしてます。だいぶ上から来たんだみたいな。そうですね。富士山ぐらいから、そしたら見下ろす感じ。もうね、反省しとる。なんでかっていうとね、昔ね、そういう火起こしの授業みたいなことをしたことがあったっちゃう。でもびっくりするぐらい火つくわけよ。あの感覚で言ったらもうね大敗大敗者に4時間、4時間ぐらい翌日筋肉痛じゃなかったここがここっすね。まあ非常になんかこうキャンプとしても楽しかったし、そうですね。でなんと言ってもこの青さがやっぱ本当に実用化できる可能性が見えた。ああそうです ね、まあ、前回、庭で火を起こしてみて、はい、いけんじゃない、じゃあキャンプ場でやってみようよってやってみて、はい、まあすごかったわけじゃない、そうですね、ちょっと可能性を感じますね、そこで見た課題点っていうのが僕の内調があって、もうちょっとこうギュッてしてみたいだね、固形というか、なんか手で触っても大丈夫な固形、例えば炎天下、夏のキャンプとかに持って行っても溶けない、次の石はそこです。はい、なので、まあ、同時並行というかこの着火剤を実現させれるために企業さんだったりとかそういった人たちをちょっと探すっていうのもありますし、僕らは僕らでまた着火剤を僕たちなりに改良して次回もやっていけたらなとは思ってます。はい、これからね、青さが大量発生する時期がまたやってきますんで、そうですね、比較的夏がやっぱり繁殖するので、そうやね、そこまでには準備を整えたい。そうですね、何としてでも、はい、そうですね。で引き続きこの青さプロジェクトは、まあ、着火剤もそうですけど、別のやつとかも、まあ並行してなんかやっていけたらなと思ってますのでですね、はい、やっぱハックやハックいや次はセンスよまあちょっといろんな線からね、まあまあそうですね、考えていきましょう、やっていきますので、はい、次回っ、はい、やっていきますって言われても耳っすね、最近はい、ヒューゴイジーが足りてないっていう、とある人から言われたけど、はい、まあなのでいろんな青さを活用した方法をやっていきますので、次もお楽しみください。はい、ではこの動画を見てよかったなと思う方ぜひグッドボタン、そして、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。はい、では皆さんバイバーイ、はい、意外とこう、斧でなんとかいけるんですね。そうやね、あの日ね、ナイフとか挟んでなぜかバッグにも入ってなかった斧一本で玉ねぎとか来た斧の時代が来た来たらダメなんすって